はガスバルのライバル三菱さん。チャイナリスクを気にして撤退を表明して他はさあどうする？ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくり魔理沙だ。自動車情報通の人ならもう知ってると思うが、最近三菱自動車が中国市場から撤退するって話が出たな。ぶっちゃけ、安さではトヨタだろうが日産だろうが、ホンダだろうが、中国地産地消の EV メーカーには勝てないからね。他の日本メーカーも中国市場では苦戦を強いられてるが、そんな中で、三菱自動車は撤退を表明から見えてくるものは何なのか。てなわけで今回は、チャイナリスク、三菱に続きあの日本メーカーも続々脱中国か？ EV 依存は破滅への一本道？ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。そんじゃ、このニュースを知らない人のために概要を説明しようか。三菱自動車、中国の生産撤退へ、自賠 EV 台頭で販売不振。三菱自動車が中国市場でのガソリン車販売低迷を受け、現地生産から撤退する方向で最終調整していることが27日、分かった。同日までに合弁先の広州汽車集団と詰めの協議に入った。中国では電気自動車普及が加速しており、採算が取れないと判断した。中国市場をめぐっては、急激な EV シフトに伴い、日産自動車やホンダなども大幅な販売減を強いられている。各社とも戦略の見直しを進めており、今後、同様の動きが広がる可能性もある。まあ、儲からないのなら撤退するのは当然っちゃ当然よね。中国市場は確かに美味しいのかもしれんが、バイブ含めた国内 EV 勢が政府の後ろ盾あって強すぎる。だから、マツダやホンダといったメーカーも、この後撤退するような気はするがな。ホンダとか EV 一本打法とか言ってたけど、大丈夫なのかしら？確か中国も結構シェアあったはずだし販売の。そんでまず、この件についてのネット民たちの反応とは言うとだな。EV シフトについていけないっていうのは方便なんでしょうね。中国から撤退する。良い口実になってる。こうやって徐々に縁を切っていく方が安全です。今の中国は、経済的にも政治的にもあまりにも危険度が高すぎる。その上、人件費も、高くなってしまったし大きな経済成長も見込めない。逃げるが勝ちでしょう。現地生産から撤退はいいのですが、中国企業との合弁会社しか、認めない中国、撤退しても生産設備はそのまま中国に残り続けます。今後、その残された生産設備で何を製造するのか、中国に進出した企業は中国の罠に引っかかっています。ほんと、共産主義の独裁国家なのには我社、初の海外進出、と、喜んでいた。日本企業は全て中国政府の手のひらの上で転がされているんでしょうね。いいと思う。中国で生産するメリットはなくなってきたかと。大量の人員を安価で雇って生産するのが主要なメリットだったと思うけど、現状賃金は上がってるし、人も様々な分野に分散してる。人を集めるのが難しくなってるし、中国で生産したものを現地で販売するにしても税金、制度とかがね、反日、不買とかもしょっちゅう起きるわけだし、リスクの方がもう高いかと。今後もこの流れは続くと思います。中国は合弁事業で自動車製造のノウハウを手に入れ、地場メーカーを育て、その地場メーカーが海外メーカーを淘汰する時が来ましたね。中国以外の市場で数さばけるメーカーであれば、規模を縮小しながらも輸出拠点として残る選択肢を取れますが、そうでないメーカーは遅かれ早かれ撤退することになると思います。特にヤバいのはフォルクスワーゲンかな。そう、販売台数の多くを中国市場で稼いでいるが、大衆車ブランドのためメルセデスや BMW などのようにステータスシンボルとしての需要もないので、地場メーカーにシェアを奪われそう。日本車メーカーも競争環境としては同じだが、中国依存度がフォルクスワーゲンほどではないので、その分マシかな。三菱自動車が中国市場から手を引くのは、実は賢い選択かもしれない。地政学的に見ても、中国でビジネスを展開するのはリスクが大きい。特に今のような緊張が高まる時代にはなおさらだ。採算が取れないとか、EV シフトで厳しいとか言ってるけど、そもそも企業としての、基本、つまり企業価値をどう高めるかってところに集中した方がいい時期かも。中国に固執するより、新しい市場やテクノロジーに資源を集中させるべきだと思う。日産やホンダも同じく厳しい状況にあるみたいだけど、これを機に戦略の大幅な見直しをするべきだろう。短期的な利益より、中長期での安定と成長が大事だからね。本当にガソリン離れ、EV 化が進んでいるのなら、三菱お得意の、PHEV をもとにその流れに乗れるような気がします。電気スタンドの少ない日本より売れるのでしょうから。個人的には排ガスの有害物質が交差に乗って飛来しにくくなるのでありがたい。ネット民の意見を見る限り、おおむね当然だよなーって反応が多いわね。
これで非難をする人って、左巻きの人か喫水な EV 信者とかしかいないんじゃない?日本がまたこれで EV 後進国になるって感じでやじるのが目に見える。でもさっきのニュースでは、採算が取れないって話が、出てるようだけど、実際のところそんなに中国 EV は強かったのかしらね。他の情報ソースからだと。中国では、千葉ブランドの台頭に加え、EV 大手のベーテスラも販売を強化している。三菱地の中国での販売台数は2018年度の約14万1000台から、22年度には約3万1000台に落ち込んだ。三菱地は、現地合弁会社の後期三菱汽車と、湖南省にある工場で、ガソリン車を中心に生産を手掛けてきたが、販売不振で3月から停止。今後も回復が見込めず再開を断念する。昨年12月には主力のスポーツタイプ多目的車、SUV、アウトランダーの、新型ハイブリッド車を投入したが、販売が低迷して計画に届かなかった。三菱地は現地の経営に関し、今後については株主間で話し合いを続けており、決まったことは何もない、としている。とのことだ。めっちゃ販売台数減っててさすがに臭かれる。問題のテスラだって、中国から、撤退するとかしないとかって問題も出てくる事態だからな。マジで、今の中国市場はカオスだ。それにこの件についてネット民たちは、三菱自動車は比較的小さい会社なので、リソースを分散するのは得策ではない。自分の得意な分野、市場にリソースを集中して、確実に稼ぐのが、やはり正解だと思う。最近の三菱は業績が上向きなのは数字から見て明らか。損切りするタイミングとしては最良だと個人的には思う。三菱はその昔エンジン工場で中国に進出し、中国人がエンジンの作り方が全く、わからない中でエンジンを現地メーカーに供給し完成車を作らせ、その上人材を育成してしまい現地メーカー育成の種をまいてしまった過去がある。現代にも自動車製造の基本ノウハウを吸い取られ、自分たちより大きい会社になられてしまった。この会社は、もっとものづくりのノウハウを大事にして、知的財産戦略を磨かないとダメだね。もう遅いが、少なくとも、東南アジアでは、ちゃんと、プレゼンスを維持できるような経営を期待したい。中華で生産する場合は現地の会社との合弁しか認めない中華で、現地生産では先端技術も先方の会社に漏れてしまうことになる。独裁国家でのデメリットとメリット、そして将来性を考えたとき、東南アジア、インドがさらなる発展が期待できる。鈴木の実績が物語っていると思います。ついに来ちゃいましたか。販売不振から、特に新型のアウトランダーが PHV 車なのに全く、売れてないから、中国市場から撤退間近と囁かれていましたが、東南アジアで戦うって言っても今後は中国車との競争ですよ。韓国車もいるし、ただ三菱自動車は東南アジアではラリーとかにも出て、ブランドイメージあるから頑張ってほしいですね。いつか私がタイとかに行った時に三菱トライトンとかでドライブしてみたいな。全く売れないので撤退せざるを得ないですね。日産も e-Power のベグも売れてないし、マツダは CX-50 で挽回するとか、寝言言ってるし、市場ニーズに商品性が劣る現状の日本車では仕方ないですね。良いものが売れるのではなく、ニーズの半歩先を行くものが売れるのです。日本車は、どこかで見たことある車に格落ちしました。先進性でこんだけ見劣りするとしばらくは厳しいね。三菱自動車の決断を支持したい。中国市場は決してオープンではなく、中国共産党の意思により競争ルールが変わる可能性が高い。不動産バブル崩壊により長期低迷となる可能性も高い。有限である資源は成長率の高いマーケットに投入すべきである。なるほど。やっぱり三菱以外も売れてないってのは本当なのね。まあ、実際数値的にも2023年1から3月には、中国での自動車販売台数全体に、占める日本の自動車メーカーのシェアは 20.6% から 18.5% に低下。2023年立ち上がりの1から3月は一番厳しかったマツダが前年比 65% 減、三菱自動車 58% 減、日産 45% 減、ホンダ 38% 減といった状況。確実に減少傾向にあるっぽいな。そんで、三菱の中国での実態を話す内容があってだな。中国の市場は3分の1近くが電気自動車。電気自動車を持っていないと単純に 33% 減となる。それでも日本勢は、電気自動車が普及していない地方部でエンジン車のニーズは多い、と考えているらしく、三菱自動車は起死回生策として2022年11月にアウトランダーの 1.5 リッター直噴ターボ 48V マイルドハイブリッドを投入したものの、売れ行きは超低迷。公衆汽車集団と表を出し合った、後期三菱の生産能力は約27万台。
作っても売れないから在庫過剰となり2023年3月から工場を止めている。驚いたことに生産再開の見通しが立っていない。となると甲州記者から激しい文句が出ます。三菱自動車の 30% に対し、中国政府の直轄企業となる。甲州記者は 50% を出資している。残り 20% は三菱商事。このままだと甲州記者も大赤字。とりあえず、それぞれの持ち株比率で赤字を受け止める形になっているけれど、このままだとさらに資金を持っていかれる。加えて新規車種であるアウトランダーが売れないとなれば三菱自動車として打つ手なし。もはや撤退しかないと思う。工場が止まり、アウトランダーの生産を再開しない限り、三菱自動車の撤退発表はいつあってもおかしくない状況にあった。とのことだ。三菱さん失血多量でお亡くなりになるところだったのね。まあ、これはしゃあないわな。三菱自動車はかつて中国市場で強い存在感を持っていて、早い段階で中国にエンジン工場を設立し、甲州汽車集団後期と東南汽車と提携を結んでいたんだ。しかし、リーマンショックや経営の失敗により、業績が悪化。特に、東南汽車はすでに生産され、後期三菱もブランドイメージが低下。加藤隆夫社長の下で改善策が試みられたが、電気自動車の市場に遅れを取り、アウトランダーの売り上げも振るわず、中国市場からの撤退が避けられない状況となった。ってことは、もう今年の早い段階から撤退については考えていたんでしょうね。今年の4月からは、中国撤退の作戦が社内で練られていたとの情報もあるそうだぜ。一方で、東南アジア市場は好調で、中国からの撤退が、大きなダメージにはならないとも見られてる。んじゃ、知ってる人からしたらやっと来たかって感じのニュースなのかね。業界内では基地の事実だったようで、日経新聞が、近々撤退を発表すると報じたことにも驚きは少ないな。中国市場からの撤退は、赤字を続けるよりも損失を抑える手段としては妥当なのかもな。そうなると、中国から撤退した後はそのリソースを、東南アジア市場へのさらなる注力を促す可能性があるってことね。問題はこの中国市場での失敗は、他の自動車メーカーがどう捉えてるかってことだな。特に、電気自動車市場の急速な成長にどう対応するかが、今後の、成功の鍵となる反面、破滅への一本道になるやもしれない。となると、次にヤバいのはマツダかホンダあたりはヤバいんじゃない。マツダは CX50 を投入したものの、売れ行きは厳しい。間もなく CX50 にラブ4のハイブリッドをそのまんま搭載した、モデルを発表するが、これが売れないと相当厳しいだろうな。一部では、在庫を抱えるようになると、マツダの提携先である長安汽車が黙っていない。三菱自動車より出資比率が多いため、47.5%。赤字金額だって三菱自動車より厳しくなる。三菱自動車とマツダに共通するのは、当時の社長が中国市場を全く知らなかったこと。CX50 の売れ行き次第ではマツダも2024年に撤退話が出てくるだろう。とのことだ。三菱のアウトランダーが売れなかったんだから、マツダもかなり厳しいわよね。その点、我らがスバルは中国市場なんて目じゃないから大丈夫。スバルの場合は、絶賛北米で2027年までに、EV の生産を開始する計画を発表してたな。2030年までに世界販売の 50% を EV にすることを目標とするって言ってたし、そのうち60万台を EV にするって、かなり無茶なことを言ってるし、今ではオハイオ州の工場に7億ドルを投資し、北米における EV 生産拠点とすることを、計画して、北米一本足打法で販売されるスバル車の約半数を生産するそうだ。これはこれで、スバルさんこれがこけるとマジでヤバいわね。三菱よりヤバいまであるわ。その頃、本当に EV 一辺倒になってるかわからないからな。別の動画で欧州さんの手のひら返しがギガドリルブレイクになってるから、やっぱ内燃機関はエコだわとか言い始める可能性もなきにしもあらず。そうなった時、効率のいいのはハイブリッドだよね。でもベブばかりに集中しちゃって、生産する、キャパないわとかなったら目も当てられない。とまあ、さっきの三菱の話だが最後に、ネット民たちの反応を見て終わりにしたいと思う。いくら中国の自動車市場に数十万台規模のポテンシャルがあると、言われてもたった数人の政権トップの一言で市場のルールが、変わってしまうようなところじゃまともな商売ができるとは思えない。バイブを筆頭に EV は売れているように見えるけどこの先原材料の、希少金属等の値上がりや補助金等の優遇政策が縮小収容に向かったら、市場規模が大きい分リスクも同じように大きいだろうし。めちゃくちゃいいことだと思うよ。三菱自動車の経営陣のまさに英断だろう。
福島の処理水でのえげつないやり方を見れば、いかに中国という国と深く関わることがリスキーかいやというほど分かっただろう。経済開放政策の名のもとに、鄧小平が進めた中国の経済政策自体が国家イデオロギーと反するいびつなものだってことか。まあ、その政策のおかげでこれまで日本も散々いい思いをして、儲けてきたが、やはりもう見切りをつける時が来たんだろう。松田も脱中国の動きを加速させるし、世界は何も中国だけではない。これからは、もっと世界に目を向け新たな交易相手国を探し、また生産拠点の日本国内回帰へと、シフトを進めていかないと、取り返しがつかないことになるだろう。品質が低い EV ですから、今後、使用できなくなった EV の山が築かれるのでしょう。また、道路の損傷も激しくなりますね。今後の状況を見極める必要があります。今後も EV シフトが続くのなら撤退するメーカーが増えても仕方ありません。あのフォルクスワーゲンさえ厳しい状況で、今後海外大衆車ブランドの生き残りは厳しい。もし粘っても低価格な地元ブランドと戦う消耗戦。しかも政治的リスクもあり、半端な体制で戦える市場ではない。三菱はルノーグループ全体の差配もあり決断できたと考える。独立系のマツダは赤字で抱えきれなくなるまで粘るのではないだろうか。中国市場は相当なブランド力がない外国メーカーは撤退するしかないでしょうね。マツダもブランド力を磨こうと頑張っていたところでしょうが、中国については一歩遅かったかもしれません。そもそもマツダにとって中国は収益的な貢献はあまりないので、他地域に経営資源を回した方がいいかも。あれほどチャイナリスクが高いと言われているのに、進出しようという企業は正気の沙汰ではない。処理水問題で反日不買で人民を煽り、日本周辺で中国漁船が水揚げしたものは中国産とダブスター。人材、技術は盗まれるのは当然であり、得体の知れない。スパイ防止法で、根拠のない理由で駐在員を拘束する。このような中華共産党独裁国家に忖度する議員存在するが、撤退で、学習能力を働かせる必要があるでしょう。中国市場はやっぱり旨味も大きかったけど、リスクも大きかったってことね。撤退やむなしってコメントばかり。ちょっと違うかもしれないけど、今話題のホタテ業者もこれよな。リターンの大きい中国に投資して、コンデメリットが返ってきてるところ。ハイリスクハイリターンで、今ババ引いちゃったってことね。ご愁傷様。皆さんはこの件についてどう思いましたか？ぜひ、みんなと意見交換してみて、議論を深めていこうじゃないか。多分、三菱さんの判断は間違ってないってのが多そう。まあ、中国撤退遅いって非難はあるかもしれないけど。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。